突然ですが、日本人である私がシンガポールに10年以上住んでいてびっくりしたことを3つお送りいたします。海外移住考えている人はこの動画必見でございます。1点目、まずはジャブ。シンガポールでは転職すると大抵の場合は給料を上げてもらえる。日本でも転職した場合って交渉次第では給料を上げてもらえることがあるかもしれないんですけど、それってまあ非常にレアケースだと思うんですよね。よくて現状維持、大抵の場合は給料は大卒の初任給と同じになっちゃうのが少なくとも私が日本にいた頃までのトレンドでした。だけどシンガポールでは例外はあるかもしれないけど、真面目にそれまで働いてきてれば新しい転職先では給料を最低でも100ドル200ドルは上げてもらえます。私の友人だとその500ドルとか1000ドル、日本円にするとその5万とか10万とか上げてもらえるってのもまあ普通にザラにあります。企業側がそれまでのその人の人生経験ってのを評価してくれてるってわけですね。だからシンガポールではみんな2年ぐらいその企業で働いた後っていうのは給料アップのためにどんどん皆さん転職していきます。そもそもこっちの人って日本人的なその会社に対する忠誠心なんて持ってないんですよ。他の他社の求人で今よりも少しでもいい給料での募集があってね、そこに自分が面接を受けに行って採用ってなると、もうほんと皆さんさっさと転職していきます。日本人よりもずっと個人の幸福に重きを置いているという感じですね。これはよく考えてみれば当然で、日本の慣習の方が私おかしいと思いますけどね。だって社会人経験してきてるのに転職しようとすると給料が大卒の初任給に逆戻りとか、まあ日本の雇用形態ほんとマジでありえないと思います。おそらくシンガポール以外の他の国でもね、そんな日本みたいなバカな話はありえないんじゃないかと思ってます。だいたいこのシンガポールっていう国、世界中からですね、優秀な企業がたくさんオフィスを置きたがるんですね。だからそこで大卒の初任給の給料で求人なんか出しても誰も応募してきません。だからシンガポールで働くなら外資系への就職が本当におすすめです。次、2点目、これもマジびっくりしました。結婚しないと家が買えない。日本だと大学生とかですね、社会人になるとほとんどの人がワンルームのアパートを借りて一人暮らしを始めると思うんですね。家賃は相場で言ったら東京だとまあ6万とか10万ぐらいじゃないかなと思うんだけど、まあ一方シンガポールでは国が小さいから利用できる土地ってのが限られてるんですね。この国でフラットと呼ばれる公団の住宅が毎年もう完全なる政府の管理下で建設されるんだけど、その建設される量っていうのは毎年毎年完全に決まってます。だから公団の住宅が買えるっていうのは基本的に2パターンしかないの。結婚した人か、もしくは独身者で35歳になった人限定ですね。つまりそれまでは皆さん親と一緒に住むことになります。これどうなんでしょうかね。私の見る限りだけど、シンガポールも都心じゃなければ余ってる土地いっぱいあるんで、だからシンガポール政府ももう少し融通きかしてね、一人暮らし始めたい独身者のために賃貸用のワンルームフラットを作ってあげた方がいいんじゃないかなとは思います。そうしないと若い人たちね、彼氏彼女を家に連れ込めないですよね。あ、でもこれ例外があって、例えばその高級マンションと呼ばれるこっちでいうコンドミニアムとか一戸建てであれば、これは公団じゃないから縛りはないので、結婚してなくても若くても買うことはできます。まあ非常にお高いですけどね。3点目、これが一番衝撃的でした。学生でサッカー部に入ってるやつはボンクラ扱い。日本だとサッカー部に入ってるやつってまさにリア充だと思います。サッカー上手くて体力もある。そしてサッカー部のキャプテンでイケメンであれば、まあその学校で一番可愛い子とお付き合いできる。スクールカーストで言うと常に上位。それが日本のサッカー部じゃないですか。ところがシンガポールではね、卓球とかバドミントン、水泳が花形スポーツで、学生でサッカーやってるやつってこうイメージ的にね、勉強嫌いで何の取り柄もないボンクラっていうのが、まあ、そういうイメージなんですよ。じゃあサッカーっていうスポーツ自体人気ないのかというと、そういうことではなくて、イングランドのプレミアリーグなんてのはもうシンガポールでもめちゃくちゃ人気なんですよね。だけどシンガポールにはまあプロサッカーリーグあるんだけど、規模が小さくてあんまり人気ないし、お客さんも来ないんですよ。スポンサーもあんまりついてない。だつまりプロサッカー選手になってもあんまり稼げないんですね。
多分シンガポールのリーグで頑張って成功しても年収1500万とかじゃないですかね。だからね、金にならないっていう理由でほとんどの家庭でその子供の習い事でですね、サッカーっていうのは非常に不人気です。初めて会ったパパ友とかママ友にね、自己紹介でうちの子サッカーやらしてるんですよって言うと、相手はね、言葉に出さなくても、あ、お宅のお子さん勉強できないから何の取りもないからサッカーやらしてるんだねっていう、このネガティブなね反応がどうしても見え隠れしちゃうんですよね。本当日本じゃありえないと思うんですけども。というわけで、シンガポールに10年以上住んでいるウプヌシが生活の中で驚いたこと3点でございました。ご視聴ありがとうございました。